こんにちは、かなです。よろしくお願いします。今日はですね、女の子の日あるあるを言っていこうと思います。イエーイ。私ね、めっちゃ重いんですよ。痛みとかその症状みたいなのがめちゃめちゃ重くなるタイプなので、本当にね、大げさじゃなくて本当に仕事ができないぐらい本当にやばいんですね。で、軽い人もいれば重い人もいるし、理解してくれてる人もいればしてくれてない人もいるので、この動画を見ていただいた少しの方だけでも理解してもらえるような感じになったらいいなと思います。その1週間その女の子の日が続くとしたら、その前後の3日ぐらいから私は症状が出てきます。前か、その女の子の日になる前の3日間とか1週間から私は症状がね出てきます。まず1個目、胸がめっちゃ張るですね。めっちゃね、胸張るんですよ。この前の胸でかい原因の時に私の胸超大きかったと思うんですけど、あの時はちょうど生理前だったので、めちゃめちゃ胸がパンパンに張ってます。上がる人は1カップぐらい上がるって言われてるぐらいめっちゃ張るんですね、胸が。で、次2個目が食欲がめっちゃ出るですね。もうね、ありえないぐらい食べてもお腹すくんですよ。むくむし、食欲が増えて太るので、もうパンパンな感じでね、仕上がっていきます。で、次3つ目、めっちゃ眠くなるですね。私は生理前と生理中どっちもそうなんですけど、ありえないぐらいの眠気に襲われるんですけど、しかも急に眠みたいな感じのこととか、あと私の美容部員時代は仕事中に13時前後ぐらいがめちゃめちゃ眠くなりましたね。で、次4つ目、めっちゃ情緒不安定になるですね。これは私だけかもしれないんだけど、感情がすごくなるんですよ。なんかね、プラスの方がじゃない、マイナスの方が多いかな。泣く、悲しい、考え込んじゃうみたいな感じで落ち込んじゃうとか、そういう感じですね。なんでちょっとね、その生理前とかは女性が結構気が立ってるので、男性の皆さんもちょっとこの部分理解してほしいです理解してあげてください。で、5個目が便秘になるですね。ホルモン物質が過剰に出ちゃう影響で、子宮のところと、あと腸か分かんないけど、その下腹部の動きが全部遅くなっちゃうらしいんですよ。それで、腸の活性自体も減ってきちゃうので、便秘になりやすいっていう風に言われてるらしいです。私の場合はね、むくむし、子宮周りっていうか下腹部が腫れ、ふーってなんか膨らむような感じらしい、便秘出してる時ってところで最悪な感じなんですよ。なのでさえデブだからお腹を気にしてるのに、なんかまた太ったみたいな、でも体重変わってないし嫌だみたいな感じとか、運動をしてもダイエットとかをしてもあんまり結果が出ないかなっていうのが生理前の現象ですね。で、生理中っていうのがまず1個目、もうね、めっちゃひどい生理痛がきます。めっちゃひどいの。私なんかは病院で検査を受けるぐらい子宮にちょっとなんか怪しい子宮を持ってて怪しいっていうか、なんか子宮が分厚いらしくて、私の場合はその分厚いのが悪化しちゃうと子宮頸がんの恐れもあるってところで、私1回検査を受けたんですけど、まあ、違ったんですけど、その分厚いと血の壁が剥がれる時にめちゃめちゃな腹痛というか痛みが伴うらしいんですよ。なので多分私は普通の方よりも重い、生理痛が重いって感じになります。でね、どれぐらいの感じかっていうと、なんかね、下腹部の臓器をグニャ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 って内側からめっちゃこのえぐられて戻してよっていう感じの、このかき回されるような感じの痛さで、もうどうにもできないぐらいうーってなる、うーってなります。もうね、動けないぐらい痛いです。すごい痛いから冷や汗も止まらないし、集中なんてできたもんじゃないし、もうね、何するのもね、無理、着替えるのも無理だし、メイクするのもご飯食べるのもなんか飲むのも無理なぐらい超痛いんですよ。で、私バファリンとかイブとか、あと生理痛用のなんかピンクの文字のやつとかを飲んでるんですけど、そういうのを飲まないと普通には生活できないですね。眠ってるのもじっとしてるのも痛いし、もうずっと痛いみたいな感じのをずっと続くみたいな感じです。次は2つ目かな、確か、はい、2つ目がめっちゃ貧血になるですね。
立ちくらみが半端じゃないんですよ。今座ってるんだけど立った瞬間にふわーみたいな感じでもうクラ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 ってなっちゃうくらいやっぱ血を出すからね、もう本当に血液、貧血じゃない鉄分がなくなっていっちゃうので本当貧血になりやすいです。貧血の吐き気で仕事に遅れちゃうぐらい電車の中とか乗るとめちゃめちゃ吐き気と貧血とか立ちくらみとかクラ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 って感じのやつが多かったのを覚えてます。本当に辛いですよね。本当に辛いの。3つ目がなんか肌めちゃゴワゴワするですねこれは生理前からもう生理中もそうなんだけどなんかね肌ゴワゴワしてニキビができるんですよ。私はね今日ちょっとここに今日ねここにニキビがあったっていうかあるんですけど今なんか肌荒れをめちゃめちゃしますね。これ嫌ですよね。そう嫌なんですよ。で4つ目が生理中もむくむですねもうね本当に超むくむの。私なんかはめちゃめちゃ顔とかもパンパンになるし足もむくむし全身がむくむみたいな感じで目とかも、ね、むくんでてちょっと今日メイクはアイメイクちょっといつもと違うんですけどこんな感じになっちゃいます。5個目あんまり出歩くのが嫌だですね。これはもう普通にそうなんだけど血が漏れる可能性もあるし座った時にズボンとかスカートに血がつく可能性もあるので基本的に何が起きても対処できるお家にいたいって思うのが基本だと思ってください。で眠ってる時も私すごく不安で漏れないかなみたいな感じのもあるので眠る時間も結構短くなっちゃいます。いつもよりはね。なんか生理中とかもお腹に対して血が出てるからしかも眠たいから基本的に機嫌は悪いです機嫌がいい人なんていんのかなっていうレベルで私はずっと機嫌が悪いですねただね生理後はめっちゃハッピーです。多分そのホルモンの影響もあると思うんだけど本当に超ハッピー。あ、そうだ生理中もう一個あったわ。生理中は下痢になっちゃいます。私の場合はねよくあるらしいんだけどこれもホルモンの影響でそれが減少するから次は腸とか子宮の動きが活発になっていって結果下痢になるらしいですね。もう本当にね下痢になっちゃう。だからお腹に対して下痢も痛いしって感じダブルで来るので結構お腹周りはすごく悲しいことになってますねこんな感じで本当にもう辛いので辛いんですよ本当に。なので男性の皆様とかあと職場の上司の方とかもしこれ見ていたらですね皆様生理中の時に優しく見守ってください。でこれ本当に理解してくれるのとしてくれないのでは本当全然こっちのねモチベーションも本当に違うんですよ。こっちもこっちでそういう風になりたいわけじゃなくて本当は機嫌よくいたいし仕事もバリバリしたいし眠らずに仕事もしたいけど眠たくなっちゃうし仕事できないぐらい辛くなっちゃうし機嫌も悪くなっちゃう。それで当たっちゃってその生理終わった後とか後々ね生理中でも行っちゃった後とかやっちゃった後とかにいやあの時なんであんまり行ったのとかっていう後悔に苛まれるんですよ。でそこをね受け止めてくれる方がいるだけでも全然違うのでぜひ皆様理解の方をよろしくお願いします。はい、こんな感じで私の生理中の女の子の日あるあるでした。ちゃんと生理中のことを分かってくれる男性は結構モテるなと私は思うので皆さんのモテ男になってください。じゃあまたね。